木曜午後時にたくさんのメッセージありがとうございまし ました。先週こうやって立ちスタイルでやりましたら、はいはい、どうも好評でしてね、太っちょばあちゃんさんです、私仕事でいつも放送を聞けないので、はい、放送終了後のお二人の YouTube を毎週楽しみにしているんです。でいつも木曜日は椅子に座ってお話をしておられるので気づかなかったんですけど、先週の YouTube を見てびっくり、お二人の身長差にお兄さんのすらりとした姿と急に腹へこませたりして水江さんの可愛らしさが対照的でした。なあ、そんな身長差ありますかね。そうですね、うん、そんなにありますかね。ええ、で、ぜひ立ってお話ししてみてくださいということですので、今日もね、今日もスタンディングで、はい、いつもだったら面倒くさがりでね座ってるんですけど今日も立ちました。ええ、はい、ということで今日はこのガラスの向こうで今夜、はい、スーパームーンとブルームーンが見られるはずなんです。でね、青空さつきさん情報によりますと、お月様、地球に一番近い状態で見ることになり、一番大きく見られるのがこの1年の中で今日で、しかも楕円の周期で回る月、はい、次に一番地球に近づくのは2037年ですよと。14年後、生きちょうだーか。いや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 、水江さん、私なんぼなっちょうだーか。水江ばあさんで頑張っちょられるはずですよ。あれだね、2037年も私たちのコンビでお届けしているはずです。まあまあ、メリやらない検討もちょますけ、ほんならまた来週でございます。またね。